マッキ MC72。マッキ MC72 は、イタリアの航空機メーカーアイロナウティカ、マッキイカマッキと略すクスが、設計、制作した、水蒸気。当初から、速度記録へ挑戦するレース専用機として設計され、1933年、及び1934年に、世界最高速度記録を打ち立てた。マッキは、M24、機関銃で武装し、 大撃も可能な総発飛行艇などの水蒸気を製造してきた実績があったが MC72 もその系譜に連なる機体である。1920年代末期は速度性能に重点を絞りシュナイダートロフィーレースでの勝利を目標に据えた。1922年には高速機開発のために設計日誌を雇い入れた。1926年のシュナイダートロフィーレースでは 同社の M39 が時速 395.8km を記録し、イタリアが次回大会までのトロフィー所有権を獲得した。しかし、後継機として M52、M52R、M67 が開発されたものの、M39 以降イタリアは優勝を逃してしまう。そこで、カストルリは究極のレーサーとして MC72 の設計を行うことにした。 MC72 は、ソーフロートを備えた特徴的な短座機に仕上がった。おおよそコックピット、主翼下駄までの胴体は、金属製、それより、後部は、木製のモノコックであり、両者は4つの環状接続部で、ボルト締結された。オイルタンクは流線型の機種の一部として外部に露出しており、飛行中は、空気流にさらされて、表面冷却のオイルクーラーとしても働く。 主翼は全金属製であったが、表面にはエンジン冷却水用の環状ラジエーターが滑らかに一体化されていた。2機のフロートそれぞれの外面3箇所にもラジエーターが組み込まれ、最前部のものは冷却水用、中央部と後部のものはオイルクーラーとして機能した。さらにフロートのストラット、支柱にも冷却水用ラジエーターが存在し、 高温条件下ではコックピットからビブにかけての胴体下部にラジエーターを追加することも可能であった。こうしてすべての熱交換器を表面冷却式としたことで全面投影面積を減らし空気抵抗を抑えていた。なお、フロートやラジエーター以外の大部分はイタリアのナショナルカラーである赤い、鮮やかなカラーリングを施されていた。1931年。 その年の大会に向けて機体は組み立てられたが、エンジンに複数の問題を抱え、出場することは叶わなかった。折しも同年に、イギリスが3回連続優勝を果たし、最後の大会となってしまった。しかし、末期は記録達成のため MC72 の開発を継続した。なお、ベニート・ムッソリーニがこれに個人的な興味を持ち、 MC72 の開発続行のため国家資産から末期への投資を行っている。試験開始から2年間は、幾多の機械的故障に悩まされ、世界記録に挑戦した2人のテストパイロットの命が失われていた。1人目はモンティ、2人目はベリーニ。MC72 の最終型は2重反転プロペラを装備し、V 型24機と、 フィアット AS-6 エンジンによって駆動された。この AS-6 は2機の V 型12、気筒エンジンを、タンデム結合した改造エンジンで、下級機を使用すれば 2500HP から 3100HP という当時としては、前代未聞の大出力を叩き出すことができた。35回の飛行の後、記録達成すべき飛行試験に向けてエンジンは、オーバーホールされた。 1933年4月10日、記録試験はイタリア北部のガルーダ湖で行われた。この際、時速 682km の世界速度記録を樹立し、ついに初期の目標達成に至る。テストパイロットを務めたのはフランチェスコ・アジェロド・タであった。彼は最後の正式なテストパイロットであった。設計人は MC72 ならば、 時速 700km の壁を破ることが可能だと考え、この記録に満足せずに、さらなる開発を進めた。こうして1934年10月23日には、アジェドの操縦で、3回の飛行の等し速度時速 709km という偉業を成し遂げた。これは、レシプロ水蒸気の速度記録としては2011年、現在も破られていない。なお、この記録試験が MC72 の最後の飛行となる。MC72 の達成した速度記録は5年間破られることがなかった。一方、ほぼ同時期の陸上機による最高速度記録は H-1 が1935年に出した時速 566km であった。陸上機には滑走距離の制約があるが、水上機は水面を滑走路として利用する以上、 無限に近い滑走距離が許された。そのため水蒸気は主翼面積、幅を最低限に抑えることができ、空気抵抗低減で速度性能上の利点があったためである。しかしながら、より距離の長い滑走路を持つ飛行場の建設や高揚力装置の採用により、陸上機でも従来よりも主翼面積、幅を抑えることができるようになった。逆に、水蒸気のフローと あるいは飛行艇として設計する際の機体の停滞構造が陸上機に対するハンディとなった。1939年に初めて2機のドイツ機が MC72 の記録を抜いている。まず同年3月に HE100 が時速 746km を記録し、ついで8月第二次世界大戦が始まる数日前に MIE209 が時速 756km を 記録した。2011年現在、レシプロ機での最高速度記録は、海8海からレーサーに改造された、合戦989年に樹立した時速 850km で、ある。しかし、末期 MC72 の速度記録は、陸上機には更新されたものの、レシプロ水上機の速度記録としては2017年、現在も破られていない。 蒸気の水蒸気の速度性能上の不利の問題に、加え、現在では、シュナイダートルフィーレースのような最高速度を競う、エアレースが行われず、レシプロ水蒸気は速度を重視しない遊覧機が主流で、挑戦自体が行われない状態であり、記録更新は、今後もないという意見もある。1機の MC72 が残存し、 ローマにほど近いビーニャ・リバで、空軍歴史博物館にて展示されている。博物館にはベッドエンジンも展示されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。